美味しく食べられる話題をしてみようのコーナー。なんじゃそりゃ。もうちょっとなかったのかね。話を聞きながら食べることでご飯をより美味しく感じられるんじゃないかという検証をしていくコーナーです。無理があると思います。作家さん、無理があると思います。どういうこっちゃ。さあ、ここで唐揚げとわ、ご飯が出てきました。さ、佐藤のね、うん、うん、そうだね、出てきて。これ米田光だっつうのにね。え、で何、これ皆さんね、さっき用意してくださいって言ったのはこのコーナーのためでございます。そうですよ。僕たちの目の前に今、白米と唐揚げがございます、うん、はい、別々に置かれておりますね。はい、用意してください。はい、用意してください。これ今から半分こして唐揚げ定食して食べるわけじゃありません。うん、まあ、それが一番いいと思うんですが、うん、今からですね、うん、お話を読みます。はい、文章を読みます。はい、それで、それぞれ、自分の置いてあるものを食べます。はい、なんで、ヒロタンは唐揚げしか食べられないし、僕は白米しか食べられません。はい。どういうシステムなんでしょうか。だから、その、お話を置かずに、いかに、その、今持ってる食材を美味しく食べるかっていうね。ああ、なるほどね。これ僕はちょっと過酷な部分はございます。すごいですよ、この唐揚げ。種類いっぱいありますね。手羽先もありますね。手羽先もありますし、うん、手羽元もございますし、はい、おそらく胸も、腿もあります。まあ、大前提に食べられる喜びというものを感じながら、お送りしていきたいと思いますよ。はい。はい。というわけで、まず僕が食べるので、はい、僕食べるんですね。はい。シモンさんが話してください。はい。話してくださいってね。なんかあるんですか？はい、ありますよ。ちょっと待って、まず水飲ませてください。はい。うん。そうですね。さあ。いいですよ、この。なあ、このシュールなんよ。なんで映像でやらなかったんだよ。ね、これ音声だけですからね。ほんとだよ、俺だけおかしいもんだって。では、早速参りますよ。冷めてますね。はい。はい。はい。それでは食べてくださいよ、ご飯。はい、用意スタート。いただきます。お米の中で、人気のブランドといえば、コシヒカリ。コシヒカリの名前は、木枯らしが吹けば、うん、色なき腰の国、せめて光れや稲腰光、うん、と開発担当者が命名したと言われています、うん、お米の美味しさの四大要素である食味、色、艶、うん、粘りのすべてをバランスよーく高いレベルで持ち合わせている腰光は炊くと口の中で美味しさが広がります、うん、特に魚沼さんは人気があり、越後の山々を望む大自然の中で作られたコシヒカリには格別の美味しさが詰まっています、うんうん、どう？うまい？唐揚げもらってもいい？ダメだよ。いや、ね。美味しいんだよ。お腹空いてたしさ。すごい美味しい。ご飯って美味しいんだなって改めて思いました。思った？今の聞いてて、なんか、ちょっと味変わってきた？バランスの良い。うっせえなって思いました。黙って食わせてって思いましたね。うん。でも、なんかその、今お米の説明でしたよね。うん。なんか、うん、あ、お米ってそういういろいろあって、うん、今僕の口に入ってんだなって思うと、うん、まあまあまあ、うん、まあまあ。あ、じゃあもっともりもり食べてもいいんですよ。まあまあ。ね。じゃあ、僕は次読みますよ。はい。ちょっと待ってくださいね。はいはい。これなんかね。うん。すいませんね、食べながらね、こんなね。俺、ちなみに言っていい？はい。口内炎があるんだけど、今。じゃあ、面白くなる飲めば治るんじゃないですか？関係ねえだろ、これ。関係ないです。滑らないだけでしょ？そっか。口内炎は治んねえよ。今から大事ですよ、でもそれ。はい。はい。じゃあ、岸本さん、唐揚げ食べてくださいね。これ皆さん用意してる人一緒に食べてくださいよ。はい、食べてください。では、行きます。はい。ジュラ紀に生息した、現在発見されている中で最古の鳥類といえば、始祖鳥。大きさや外形はカササギに近く、全身に羽が生えており、これらの特徴は原生の鳥類に似ていますが、鋭い歯を備えた顎を持つ点、鍵爪のある3本の指を持つ点、そして長い尻尾に骨を持つ点などが、明らかに現在の鳥類とは異なっています。始祖鳥は、原生の鳥類の祖先に近い生物であるものの、うん、直接の祖先ではないと考えられていて、うん、始祖鳥が栄えた当時の鳥類にどれほどの多様性があったのかについては今なお議論されています。はい、すいません、うん、僕の予想ではせめて鶏肉の話になるのかと思ったんですけど、だからもう鳥の祖先ですよね。おかしいでしょ。原点に帰ってみようと。帰りすぎでしょ。俺ら生まれてねえじゃねえかよ。でも始祖鳥様がいなかったら
今その唐揚げは食べらんないんだよ。なんで切れたんだお前。そうでしょうか。おかしいでしょ。総長様って言ってごらんよ。司祖長様、感謝の意を述べなさい。司祖長様、ありがとうございます。司祖長になっちゃったな。ああ、もうこれ唐揚げなくなりますよ。なくならないでください。司祖長様。ちょっと、お母さんみたいなテンションで読まないでよ。司祖長様、麦茶みたいな感じで読まないでくださいよ。え、これ、司祖長様。一回も言えないじゃないか。言ってるよ、ちゃんと。言えてる、言えてる。もう一周するんですか？このまだ、苦痛を。させるんですか？させるってことだね。交換しないのかなこれ。交換する？交換すると本当に美味しくいただけるけど。どうしますか？分かったよ。いいよ。これ米田光だからさ。そう？うん。ごめんね。今俺がね、その読まなきゃいけない文章をなくしたんだね。何してまたね。これ、え、あ、なんでないの？もう、総長様！助けて！もう一回同じ文章読もうか。いいよもう。それじゃあそんなでもなかったことは俺知ってんだ。もうなんどれだ？あったほらもう。まあ、まこちゃんとやってよ。はいはい、じゃあ行きますよ。はい。あ、待ってこれ俺か。え？あ、行きますよ。はい。いただきます。今日は焼肉。うん。お、タン塩から始めて。うん。カルビ。うん。ロース。うん。レバー。うん。上カルビ。あ。上ロース。うん。途中で産地も頼みつつ。うん。キムチも食べて、締めは冷麺かな、うん、あれどう、肉の味してきた、あれタン塩なんだよ終わりだよ。あ、でもちょっとちょっとね、何、胸躍った。ほんと、あのね、うん、お腹空いてるからかもしんない。すごい想像できた。あ、ほんとに、あ、これこれすごいよ。君後で唐揚げ食べな。本当に。あ、これ、これやらしてあげたい。あ、そう。もっとね、ちゃんと言うと、もっといいよ、多分。本当に？うん。じゃあ次俺やるよ。そうか、はい。なんでこれなの？はい。うん。いきますよ。はいはい。あ、ショートケーキ、チョコレート、クッキー、シュークリーム。ホットケーキには、とろーりとシロップをかけて、ショートケーキじゃねーよ、生クリームと一緒に口の中へ。どう？甘い味してきた？さっきの思い出したよ。ね、これさっきのそれだよね。さ、うん、もうすでに一回やってるからさ、いくらでも思い出せんだ、うん、俺。なんだったら今まだここにあるからこれ食ったらいいんだよ。ちょっとこの白米を、うん、ちょ、俺がこの焼肉をじの感じやるから、いくよ。うん。てか、今、口にと、唐揚げ入ってるから、うめえな、普通に。普通にうまいと思うぜ。さあ、うん、油が乗った、鉄板の、鉄板というか、網の上で。これ、冷たいな。冷たいご飯だよ。はい、今、置いた。これ、タン塩だな。うん。あんまり焼きすぎないで。早く裏返して。あ、ネギ落ち、あ、落ち、まあ、いっか。今焼いてるよ。美味しそう、美味しそう。はい。レモン汁、レモン汁につけて、はい、食べて。おどう、はい、白米も。ね、どう、おどうよ。唐揚げ食ってるけど、ちょっとうまいぞ、これ。え、唐揚げ食ってるからでしょ？じゃなくて？じゃなくて。マジで？マジで。ある？ある、ある。この、と、焼肉、トーク、トーク、効果ある？ある。マジで？ある。ちょ、俺もやって。俺ね、うん、何がいい、何がいい？上ロースがいい。上ロース？うん。さあ、今、タレついてる方がいい？どっちがいい？タレ。タレ？俺ちょっとビール飲んだふりしよう。うん、オッケーオッケー。あなあ、さあ、今。上ロースがやってきたぞ。タレにひたひただ。あ、ありがとうございます。これ2人前、あ、はい、わかりました。はい。さあ、それを今、置いた、おっと、滴るタレが。俺、よく焼き屋なんですよ。甘そうだ。よく焼くらしいぞ、ゆうたは。いやー、これ。あー、ちょっと、ね、ひっくり返そう。うん。そして今、じゅーっと焼けている。これ、いい肉だから、そんな焼かなくていい。あ、なるほど。はいはい。おっと、ちょっと赤みが残っている状態で、それを食べると、とろっと、お、食べた！お、甘いタレと、そして、脂身が、ほどよーく、マッチして、お！これ！掴んでた。おいしい！別に、香取慎吾さんは出てこないですけど、おいしいよ、これ！すごい！ちょっと効果でもあるよ。皆さんも友達の、俺途中で実況みたいになっちゃったけどな。友達と試してみてください。または、
おかず買うお金がない場合、うん、ぜひこれを実践してみてくださいね。ほんと、ショートケーキだけはやめてくださいね、唐揚げには。はい。というわけで、うん、以上、ご飯を美味しく食べられる話題をしてみようのコーナーという茶番でした。